皆さんお元気ですか？ゆかです。日本に帰国しまして約3ヶ月経ちました。息子も私もみんな元気です。息子も私も3ヶ月間新しい環境に慣れるために必死に頑張ってきました。今回はちょっとしたご褒美ということで舞浜にステイケーションに行ってまいりました。その様子をご覧ください。楽しそう。楽しそう。ここ食べるの。これフロリダでも何回か行ったよ。まあね。でもあれは、ね、恐竜のやついたでしょ。恐竜だったからね。うん、そうそう。恐竜も来たよね。恐竜また。うん、そうだね。ああ。ゾウの近くに行くの。ずっと行きたかった日本にあるディズニーストア、映画の時間まで行ってみることにしました。大人がもらっても嬉しい日本茶や急須、こんなものまであるんですね。私は真剣に化粧ポーチの品定めを始めました。次は映画です。息子が見たかったバズライトイヤーを見に行きました。映画を見た感想は言うのは難しいんですけれども、面白かったけど熱狂的にはならなかったかなっていう感じです。駅前から出ているシャトルバスに乗って今夜のお宿ヒルトンホテルへ向かいます。外は猛暑ですが、2日目もゆったりホテルで涼みたいと思います。朝食の後はホテルの中にあるディズニーストアに行ってみました。これからプールに行きます。今回は贅沢にもデザートビュッフェに行ってしまいました。私は久しぶりすぎるし、息子は初めてだったので、2人で大興奮。
可愛いスイーツに囲まれて身も心も癒された私たちなのでした。